ちゃん、おはよう。はい、いい感じです。今日から非常事態宣言2ですが、空は青空です。こんな日に非常事態だなんて。ジャンク、いい感じ。今日はおじちゃんが歌う日なので、みんなの心が癒されるようなやつ頑張ろう。ちゃんくんもぽんちゃんもご協力をお願いします。はい、ちゃんくんトイレ行きましたね。この後どうしますか。ちゃんくんまたトイレ行きたい感じになったら教えてね。大丈夫かな。はいはいはい、あ、探してんのね。はい、これね。もうこればっかり要求するね、君。好きなんだよね。大好きなんだね。間トイレ行かなくていいしね。でも、もうそんなに行かないよね。そう、ちょっと普通には行くけど、うん、続けてこの間までみたいに、うん、病院どうしようかね。今日ちょっとライブがあるからあれだけど、うん、あと土日は混んでるかな。どうかな、うん、ねえ、行かない。ジャン君を毛布でくるみ、下は電子カーペットにしています。あとは
クロケンパパの股間が足の間に挟まってぬくぬくしているはず。そして治れ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 、もうここまでしたらきっと治るんではないでしょうか。今日で一応もらっている、お薬がね終わるので、明日土曜日なんですよ。で土日と挟まるので、月曜日ぐらいをめどに、様子を見ます。まあ、とにかく連れて行くときに、そうね、膀胱が空っぽになっていたら、行く意味がないのでですね、なるべくそれをよーく見て、というのも頻繁に、トイレに行かないっていうのを確認してですね、連れて行く感じになります。はい、ちゃんくん、どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、お薬入りのおやつはこれが最後です。ジャン君、体調万全になりましたか？まだちょっとトイレに何度か行くのを見ましたけど。そう、ちょっとさ、今さっき何度か行きました。ワンちゃんも食べてね、ジャン君。じゃあちょっと土日が挟まるので2日間薬はないけど様子を見て月曜日行こうか。明日は？土曜日どうなのかなと思ってね。電話して聞いてみようよ。たくさん人がいるんだったら。聞いて混んでるようだったら月曜日に行きますって言って、でもそうでもないよって言ったら、あれ？ジャン君。はい。あ、場所を移動して。これをここで、はい、どうぞ。おしっぽ気をつけて、ちゃんくん。おしっぽ、おしっぽ。すごい、なんか体勢で食べています。思いっきりグニャンってして食べています。じゃあ明日病院に電話します。フォークソング同好会は中止になりました。緊急事態です。ちゃんくん、ちゃんくん、ちゃんくん、さっきからちょっと連続でトイレに行っています。どうしたかな。午前中っていうかね、今日の早いうちとか全然平気だったの。ちょっと寒くなったからかな。そういうことかもしれないね。でも今朝もすごく寒かったんだよね、朝方。まあ寝てたからね。でもずっと平気だったの。ジャン君大丈夫？ちょっとお腹す空っぽっぽいね。だってさっきから何回も言ってるもん。ジャン君、ジャン君、寝んですよ。ジャン君、寝んですよ。寝ましょう。うん。明日どうするかだよな。電話してみようよ。でもお腹空っぽなんでしょうよ。でもそしたらさ、一応お薬とかをもらったりさ、なんか他のことあるかもしれないから、一応薬だけだったら薬取りに行く。まあね、一応電話しましょうよ。わかりました。ポンちゃんは大丈夫ですか？大丈夫。寝てる。ポンちゃんは寝てることが